ダウンタウン松本さんなんですけど、まあ、日に日にいろいろな情報が出てきて、確かに松本さんにはかなりの落ち度があった部分はあるんじゃないのかと、責められる部分もいっぱいあるんじゃないのかというところになってきてはいると思うんですけど、しかし、やっぱり僕は個人的にはその松本さんをあまり責める気になれないというのか、やっぱり一番大きいところは、僕自身が松本さんのような立場になったときに、どうなるかがわからないんですよね。いくら、いや僕は松本さんのような立場になっても自分を律せれると。品行方正でちゃんとした人間でいられると。いくら僕が口で言っても、僕はそれを経験したことがないんですよね。松本さんのような立場っていうんですかね。若い頃からキャーキャー言われてというのか。で、お笑いっていう自分の一番やりたいところでは、こう、ものすごく評価されるっていうんですかね。力を発揮できる。で、現に、こう、世間からの評価も、あるいはプロからの評価もですよね。上沼恵美子さんでさえ、もうお笑いのキングであることを、もう30年も続けてきた本当のキングであると、いうふうに認めているぐらいっていうんですかね。僕はそのような立場に立ったことがないので、はっきり言って異次元の世界観なんですよ。だからって許されることではないっていうのも理解できるんですけど、なんていうのか、わからないんですよね。いや、なんとも言いようがないんですよ。で、さらにその、なんていうのか、僕みたいなものが何かしらこう言ってしまっても、じゃあお前松本さんと比べてどないやねんと。なんかあんのかと。評価されてることなんかあんのかみたいな風に見られてしまったら、ありませんと。こうなってしまうというのか。確かに僕はアートを自信持ってやってるつもりなんですけど、松本さんほどに僕のアートは評価されてるかって言ったら、全然評価されてないって言ってもいいぐらい評価されていないんですよね。僕自身は面白い表現ができていると思っていても、実績としてっていうんですかね。現実として、その松本さんのように評価されているかって言ったら評価されていないんですよね。まあそういうのもあって、まあ松本さんに何か、その、非難するみたいなことを、ようできひんわっていう感じになってしまうっていうのか。じゃあお前は何やねんと。松本さんに何かしら言えるような人物なのか。確かにそういう、その、変なことは僕はしていないと、とは言えるんですけど、それは、あなたは松本さんのような立場に立ってみたことがないでしょうと。そうなったらどうなるか、わからないんじゃないんですかと、こう言われてしまったら、いや、わかりませんと。わかりようがないっていうぐらい、とんでもなく松本さん評価されてましたよね。だからそれを考えると、その、安易にこう 松本さんを非難できないというのか、非難、そういうふうに考えてっていうのか、そういうふうに考えなくても、松本さんをちゃんと非難しなかったからこそ、松本さんは裸の王様になってしまって、こういう変な状態になってしまったっていうのがあるので、本当はそういう良くないことをしている人はちゃんと非難するべきなんですよ。しかし、まあ周りにもそういうこうことを言える人がいなかった。まあ言ってる人がいたとしても松本さんが言うことを聞かなかったっていう可能性もあるんですけど。だから、その、なんていうのか、こう、あまり非難できないんですよね。なんかこう、堂々と松本さんを非難している人も結構いらっしゃるんですけど、そういう人ってどれほどの人間なのかなと。本当に松本さんのような立場に立ったらあなたは本当に自分を律せれるんですかと。僕はなんかそういう松本さんをこう正面から非難している人の雰囲気を見ていても、いや、あなたやったらもっと手前でつまずいてしまってるんじゃないでしょうかと。もっと若い頃にもうすでにやらかしてしまって芸能界から消えてしまってるみたいな。なんかそんな感じにも 見える人も、まあ残念ながらいるというのか、そういうふうにも見られかねないっていうんですかね。僕は自信ないんですよ。僕が松本さんのようなこう人生を歩んでいたとしたら、もうかなり早々に芸能界から干されてしまうっていうんですかね。もう早々に天狗になってしまって調子乗ってしまってというのか。そういう可能性もあるっていうんですかね。だからどうなるかわからないんですよ。自分で。その、自分がそういうことを経験したことがないというのか。まあ、松本さん
のように、あるいは松本さん以上にこう世の中から評価されている、実力が認められている、そういう松本さん以上の立場に立っている、本当に王様的な立場に立っているような人もいて、そういう人でありながら自分を律せれるすごい人もそれいるのはいると思うんですよね。まあ大谷翔平選手とか現状そうですよね。これから先わからないですけど、そのような状態の人であれば、いや松本さんおかしいですよと、こう堂々と言えるかもしれないんですけど、僕みたいなもんが松本さんに何かしらここがダメだ、こういうところがおかしいんだみたいな、こういくら言っても、いや君はそら松本さんのようなその立場ではないからないと、こう思われてしまうというか、僕はなんかそう見てしまうっていうんですかね。だからよう言えないなっていう感じになってしまうんですよね。確かに裸の王様になってしまってるっていうのか、いい気になっていたんやろうなとか、こういろいろその非難できる部分はあるかとは思うんですけど、だからってその松本さんをこうなんていうのか、こう攻めれるかって言ったらどうかなと、自分はわからんしなと、そういうことはしない方がいいですよとは言えるとは思うんですけど、なんかそうなってしまうんですよね。まあそれぐらいその松本さんというのはこう段違いっていうんですかね、なかなかいないと思うんですよね。それだけの人っていうのか。だからこそこれだけ大変なこうことになってしまっているというのか、その多くの人に衝撃を与えてしまったっていうんですかね。そういう事態になっているんですけど、まあ真相はまだわからないんですけど、今回はこう、まあどうも松本さんを責める気にやっぱりなれないっていうのは、その僕自身が経験できるような人生じゃないからなんですよね、松本さん自身がっていうのか。良くないことは良くないことだとこう言うべきなんですけど、それを誰も言えなかったからこそ、松本さんはああいう風になってしまったっていうんですかね。まあそういう風にも思えるというのか、やっぱりいろいろ考えさせられてしまう松本さんの問題なんですよね。だからこそ松本さんすごいんやろうなと、こうなってくるというのか。まあそういうことを考えていましたという今日この頃の話でした。芸術を僕は少しありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。